年は、まあ、去年からやっぱりだんだん来てましたけど、今年はだってゴールデンボンバーとももクロの1年でしたよね。確かに。いやいや、ありがとうございます。あのね、先週ももクロが来てくれたんですよ。そうなんですよね。でももクロちゃんたちが言ってたのは、歌番組とかですれ違うとなんかホッとするって言ってた、あのゴールデンボンバーに会うと。あ、仲間意識があるんですかね。なんか同じ匂いを感じますって言ってた、うん、いやいや、僕らの方がひどいですよ。ももクロさんみたいなね、アイドルと比べていいのかな。いやいや、あのアイドルとかっていうことはそういう意味じゃなくて、はい、お互いなんか事故が起こりそうなバンドっていう。こう、確かに事故好きですね。好きって言っちゃダメだよそれ。そう、ならもうね、今日はいろいろ聞きたいことはたくさんあるんですよ。いや嬉しいです。あの、聞いちゃいけないこと最初にあの俺の伺っておきたいんですけど、 NG の質問とか。 NG はなんかやっぱセックスの話題とか。おいおい言っちゃってた。